こんにちは、こんにちは。西村ひろゆかないです。まだなんか花粉の影響で喉がイガイガしてるんですけど、まあ置いといて、最近ですね、ひろゆきさんのその切り抜き動画がこういっぱい、いっぱい現れてきてるんですけど、実はですね、ひろゆきさんのモノマネする人もね、いっぱい現れてるんですよ。で、まあ皆さんね、ひろゆきさんが好きでやってらっしゃると思うんですけど、中にね、どうしてもこれバカにしてる人いるんですよね、完全に。僕とひろゆきさんはバカにしてる人がいたんで、ちょっと、まず皆さんこれ見てみてください。すいません。ちょっとすいません。どうですか、皆さん。ないですよ。というわけでですね、この動画を見たときに、その不快感を覚えた自分に驚いた。というわけで、ちくわさんに、ひろゆきモノマネの見本を見せます。はい、いつもならこれで始まるんですけど、始まらないですね。始まらないというわけで、特にその話したいことがあるんで、話したいことがあるんですよ。で、回ってる？あれ？あれ？こんにちは、こんにちは。というわけで、今日飲もうと思ってるのが、そのデュベルっていうビールなんですけど、僕そのウェブカメラに向かって一人で喋り続けるっていうのがなかなかできないので、なので、僕はお酒を飲みます。アルコール度数8.5%。へえ。なので、手元にアルコールのある方は一緒に飲んでいただければいいんじゃないかなと思ったりもしてます。バイウェース。泡ですね。うちの奥さんというか、彼女というか、サイ君というか、彼女なんですけど、掃除好き。僕の友達で、その死んだ魚の目をしてて、太ってて性格の悪いデブのおっさんがいるんですけど、だとすると、ちょっとすみません。ちょっとすいません。いやはやいやはやいやはや。例えば、うちの彼女というか、奥さんというか、家内というか、妻というか、彼女というか、奥さんというか、彼女なんですけど、掃除好きなんですよね。で、僕、掃除嫌いなんですよね。だから、便利だなぁと思って。僕が嫌でやりたくないことを、彼女は好んでやってるんで、ごめんな好きさじゃねえよ。きじゃねえよって言われた。好きじゃねえよ。すいません。いや、なかったことにしてください。好きじゃねえよ。本当にすいません。シネパスのは？バッキンエリアなので、今の人は撮影されるのは嫌だったんでしょうね。なんだろう、竹島上陸すれば？ というわけで、警察庁に 堀江さん、最後のお使い。堀江さんと一緒に高等検察庁に行こうという企画だったんですけども、なんとか無事。無事だったのかな？
届けられたのでお疲れ様終了です。どうもありがとうございました。終了です。いやー、あれだけ人混みの中にいると歩くのに必死で、このなんか堀江さんがこれから入るとかっていう話とかに頭を回す余裕がなく、歩くだけで精一杯でした。堀江さんもそんな感じ。しかし匿名で書き込みができるため、同じ名前で投稿していても同一人物であるとは限りません。匿名というのがやはり前提になりますので、まあ嘘もありますし、ひどいことも書かれますし、そういうのを嘘を嘘と見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。パンツクトゥパンツクトゥパンツクトゥ、ひろゆか泣いちゃうんだよ。